第7徳島県内にお住まいの地球人、サイヤ人、ナメック星人の皆様、こんにちは、こんばんは、オツボンバー、徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、昨日の動画でちょっとまあ使ってみたはええだろうっていう話をしてたんですけども、いや、やっぱりね、ちょっと一回は、せっかく引き当てたのに一回は使いたいなってことで、今回使います。しばかりベジータ。ちょっと使わさせて。ちょっと使ってみたいね。5体の間ガードでしょ。で、ガードの間に温めていきたいということでね。一度だけ2体の間に、補正もして敵全体の 20% ダウンね。いいじゃん。で、変身条件が何ですって。バトル開始5ターン目以降、バトル中6回以上攻撃を受けるとって。なるほど。で、2ベジータになって、アタック低下あんねや。効果率改進。かなり追加攻撃。で、自身の、アンドスペードコードで、カテゴリー、お、いいじゃん。ということで、今回ね、VS ブロリー。VS ブロリーでちょっとしばかれるわ。ってなところで、ちょっと、劇場版ヒーロー純粋サイヤ人編成で、挑もうかなと思いますんで、ぜひ、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。もう、あと、奮起リーダー。奮起国民地リーダーで、あともう安定で、まあ、これはなんとなく入れてる。行こう。行きましょう。いやー、久しぶりやね、VS ブロリーね。どうですか？あ、早速いいね。早速いい並びじゃない？早速いい並びじゃない？すいません。どうしよう。どうしよう。どうするのこれ。そう、あんまりね、あんまりそう固まられちゃうとですね、ってやつやな。そうやな。ああ、今の置いときゃよかったかな。まあ、いっか。よし、行こう。で、必殺封じかましいの。奮起国ベジータアタック低下かましいのってやつやな。で、次のターンでベジータ先頭に置いてもいいなっつう話よね。そういうことだね。いや、いいね。楽しいね。いつまでも7周年使ってるけどね。そういえば、リベルタンゴさんって動画出してんのかな。ガシャ動画出てたな。リベルタンゴさん、バトル動画とか見てみたいよね。6周年の時はちらほら出してたんですけど、最近もガシャ動画ばっかりで、寂しさを感じるぜ。めっちゃ追記っすね。結局、8周年過ぎ去っても使うキャラは7周年。まあ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 、それはいいでしょう。もうこれが強すぎたな、7周年な。この奮起国別に何役か言われてるけど、強いね。強いんじゃって。まあ、使い方やな。使い方。他のキャラと比べるとってなっちゃうよね。温める間に、ちょっとあれやわ。温まる間に一旦で撃破してると今日ええんちゃうけど、いい感じちゃうなあ。で、並びこうでええやん。いやー、でもこいつも温めたいんよな、正直。まあ、じゃあこう引くわ。どうしよう、アイテム。いや、まあアイテムなしで一回行ってみて、まあ開かないならもう一回行ってもええし、得意のな、得意のやつやで。せやで。ちょ、もう雷鳴っていた。やばい、雷や。怖いわ、雷や。おへそ取られんで。そんな裸で戦いよったら、祭り国二突です。いつまでも使ってます。祭り国最高、祭り最高。あそこで一つナイスちゃん。あ、ということあれか、ベジータめっちゃ暗いそうやな。デュイティマンか、デュイティマンな。130万からスタートでね。スーパーダッシュ、ちょっと早すぎるかもよ。 B ダッシュ懐かしい。B ダッシュ知ってる？ちょっと早すぎるかもよ。B ダッシュ。ほうじゃ、これフレンドさん、ゲストさんか。潜在能力解放 99% になっとったんや。カビキラーの除菌率みたいになってるけど、100% にしてもろて。これ B ダッシュっていう題名だったっけ、この歌。何だったっけ？ちょっと早すぎるかもよ。B ダッシュ忘れたな。忘れて、そこいらわせてるけど。どうでもええな。どうでもええわ。ごめんごめん。磁気玉取っていきつつの、ええとしよう。いや、極べじで結構食らおうかな。あ、どうなんだろう。7周年極べじ結構食らっちゃおうかな。よし、もう一回いったらええわ。あ、VS ブロリー、そう考えたら、ちょっともう、ぬるげになってきてんじゃない？ねえ。そう思いません？ちょっとぬるゲーかもよ。B ダッシュ、スーパーダッシュ。なんか必殺技名もっとなかったんかな。あ、落としたで。必殺技名もっとなかったかなってなんか思っちゃって。誰もなんかしちゃってる。
これどうしよう。これこれウィスカットとかいいよね。ウィスカットった方がいいよね。じゃあこういくわ。いや、あ、ええか、ええー、いや、こういくわ。で、ウィスカとこ、なんかもう、なんかそんな飛んできたらしんどいし、うん、いやだったら整列四条化けの方が良かったかなとか思っちゃったりも なんかしちゃってる。うん、まあまあそこいら、まあ防げるだろう、ウィスで。うん、で、今日の主役はこのスーパーダッシュベジータやから、これ390枚無凸やで。ほんま通常お菓子さんキャラかって話、フェスゲーよね。お、温まりちぎったんじゃん。いいじゃん、ほらね、飛んできた、飛んできたぞお前。もう最低やわ。骨くらえへんやろ。お、ほらな、ほやな、ほやな、そういうこと。ほら、ウィスカットってよかった。ういういうい、今日早い動画になるんじゃんな。あ、ちょっと早さもええな。ごめんごめんよ、うん、最近YouTube で夏メロばっかり聞いてるわ。つい最近までトワイス聞いとったけど、トワイス知ってる？韓国グループのめちゃめちゃ綺麗な子ばっかりやわ。トワイス、トワイスしか聞いてない。 K-POP グループはもうカラかトワイスやわ。あ、たまにワダダ聞くで。ワダダワダダワダダっていう曲名よ。すごいな最近のね、最近の K-POP グループは、うん、花咲いてますよ、うん。まあ、このターンで落とすんじゃん。で、次のターンあれや、ウイスカったんええねやな。あ、これまだウイス効いてるしよ、うん。で、ここで別に必殺飛んできても、あ、わからん、違う、7周年国別めっちゃ暗いそう。ああ、どうしよう、しもたなこれ。まあええー、としようか。まあ気力メーター24で確定追撃やから、うん。ジャック・バウアー最近もう24と か海外ドラマとか皆さん見たことあります？海外ドラマ、海外ドラマで一番おもろいハンナ・モンタナとフルハウス。ハンナ・モンタナ久しぶりに走ったくね、久しぶりみたいな、ハンナ・モンタナね。久しぶりにやりたいゲームいっぱいあるね。クロノトリガー、我らがカズンチャンネルさんがサブチャンでクロノトリガーの生配信してるがゆえに、ちょっとたまにアーカイブ日中するからな、あの子、リアルタイムで見れないんだわ、うん。あ、いけるやん、これ。しばかれよや。しばかれよやな。あ、どうしよう、ここやな。スキップオン、スキップオンにしちゃう、うん。よし行こう、よし。あ、ブロリー、お前ブロリーなんてこと。あ、ぶち切ろうぶち切ろう、おい、お前女殴るとか最低やぞ、ありえんぞお前。はい、じゃあこう行こう。まあウイスかとこや。まあガードしてくれるとはいえ、ちょっとまあ転ばる先のウイスやな。うん、で、2匹でも置いときたいよね、置いときたいでよねや、うん。でよね、これでよね、これベトナム人の言い方で。元気でよねっつって。どっちやねん。元気あるよねって言いたいのか、元気ないよねって言いたいのか、ちょっとわかんないですよ。元気でよねもうちょっと日本語勉強しようぜ。うん、昨日のミャンマー人か、面白かったな。身長デューハティって言って。最高や。身長18、めちゃめちゃ低いやんつって。横におった同僚、笑って笑ってた。最低やん。同僚、人のモノマネうまいから。おい、451番すげえじゃん。げえ、ゼロ距離、ゼロ距離。いけいけ、ゼロ距離でぶちかましょう、追撃。これ確定追撃よね。確定追撃でいいよね。ゼロ距離ギャリック砲やで。中敗でありそうやな。じゃあ、もう早押してや。でも早押しよ。もう遅刻する。もうまたまた遅刻するわ。890万いや、これも強いな。ハグッキー、グッキー。グッキーで思い出したけど、ベッキーどこ行った？ベッキー。じゃあもうええやろ。もう見んでええやろ。そんな。なんか7周年、もうなんか目がちぎるビアみたいやろ。な。うん。ただってこれ7周年の BGM もかっこいいよね。うん。かっこいいでよね。もう今日もサムネのタイトルでよねにしようかな。かっこいいでよね。なんか俺が、なんか、ちょっと思いも持ったら、元気ね、元気でよねって言って、絡んでくな。いやいやいや、愉快やね。
いやでもね、外国の方、ベトナム人さんとかミャンマー人の方、めちゃめちゃ真面目。いやすごいよね。さあ、そう、あのこうじゃ、あのあれあれ、なんかそのベトナムミャンマーで思い出したけど、なんか WBC では侍ジャパンが優勝したらしく、あのツイッターでは村上様や、やれ村上様、大谷様、なんかざわついておりますけども、もう野球全く分かんない話についていけない。もうその中でなんか動画投稿しましたというツイートするのもなんか後ろめたく感じるんですけども、まあまあまあ、それはね、まあ各々自由ですから、ツイートはね、お気持ち表明ツイートする人もおれば、私みたいに YouTube、 俺もたまにお気持ち表明ね、するときある、恥ずかしながら、あれは、あ、こいつ予定なって思ってくれたら全然それでいい。ベロッベロに酔った時お気持ち表明たまにツイートするからね。で、朝目覚めるじゃないですか。ツイート見直すんですよ。おい、なんで今度は恥ずかしいと思って消すんですよ。そのパターンです。だから気をつけてる。お酒飲んでももう気持ち表明のツイート専用に俺は心がけている。いや、すごいですね。世界に勝つと言いますか。いや、素晴らしいとは思います。はい。で、祭り悟空攻撃して、こいつでとどめでええんじゃん。ゼロ距離でさすがに、あ、わからん。ゼロ距離でとどめ刺すかもしれん。まあいいや。ゼロ距離で受けれるのか。受けれるってことにしといて。ゼロ距離でさ、とどめ刺そうや。な、そうしよう、そうしよう。8単価。わーい !6 万や。めっちゃ食らってんで。ガードしても6万か。しんどいな。ちょっとしんどいな。で、確定ついてね。ゼロ距離で落とさんかったな。祭り悟空戦闘の方がよかった。しもたな。しもたしもた。おい、次は540万。お、ゼロ距離落とすんじゃん。ゼロ距離 9%。落とすんじゃん。はい、微量に残していくんが、ドッカンバトルー。微量に残していくんが、ドッカンバトルー。結局祭り落としていく。祭りでーよね。はい、まあそんなこんなで。いやー、こんなんの抜けになってんの、ブロリー。いいね、最高じゃん。まあ、奮起国弁士もさ、まあ、強いっていうことが、皆さんにお届けできたのではなかろうかっていう動画でございました。まあ、ゼロ距離ギャリック砲、まあ、スーパーサイヤ人ベジータ、まあ、通常ガシャさんであるにもかかわらず、フェス限界の強さ、感動しました。ただ、皆さん、女性に手を挙げる男性は最低っていうことでございます。ごめんなさい、何言いたいか分かんないけども、まあこの編成、ぜひ使ってみてちょうだいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。